まあ、リハ終わったんですけども、今回やっぱりその3回目だから2回中止になってるんで3度目の正直でやるっていうことなんですけど、そもそもステージでリハしてないんですよ、中止になってるんで。なのでやっぱりこの曲はもちろんリハーサル室でもできないことはないんですけど、やっぱりオルガンとか全ての楽器が揃ってってなるとやっぱりどうしてもホールでしかできないので、まず一段階感慨深いものがありましたと、いうのがありました。そしていよいよ本当に今日このアルペンでね迎えられるっていうことで、本番に向けてねすごいねリハを終えてドキドキしますよ。はい、もちろんそのアルペンシンフォニーは、まあ、その名の通り、まあ、山に登って山を降りるということなんですけど、その中でいろいろなシーン、もちろん迷い道があったりとか、もうその山登りがやっぱり人生そのものだみたいなところもやっぱありますから、まずこの1曲を通して、なんていうのかな、オーケストラあれだけのメンバーでまあ一緒に立ち向かうという意味ですごい曲であるということが1点で、もう一つはそれぞれの描写でやっぱりこのリアルト・シュトラウスのオーケストレーションが素晴らしいので、もう例えばその牧歌風のところで出てくるあのカウベルだったりとか、あとはもう本当に嵐のところではもうウィンドマシン、あとサンダーマシンですか、この雷のパンとね音も含めていろいろな楽器がやっぱりあるっていうこの魅力、だ本当に素晴らしい曲なんですけど、これをやっぱりしかもその3回2回か中止になってやっと3回目でできるっていう、だからもういつもよりも喜びも 3倍ぐらい回る状態ですけれども、だから長いって感じないんですよね、聞いててもうちら演奏しててもそうなんですけど、だからお客様もやっぱり聞いていて本当にいろいろな楽器もあるし、それでいてリアルト・シュトラウスの素晴らしいメロディーも聞こえるし、オーケストレーションも本当に素晴らしいので、その魅力に今日はどれだけ豊島区管弦楽団で迫れるかなというところです。はい、6, 5, 4, 3, 2, 1、まあ、意気込みという意味では、最初に中止になったのが2020年の5月だったんですよ。で、実はこう一茶くんが生まれたのが2020年の12月なので、その最初に中止になった時はねまだ一茶くん生まれてなかったんだよね。でもそれからやっぱりまあ家族もできたし、家族も増えたしで、一茶くんもすごくなんていうのかな、音楽好きでいろんな演奏会にも来るようになって、それで、まあ、2回目の時もまあショックだった、その時は生まれてましたけど、でもやっとこの3回目で一茶くんもこういうふうにアルペンをね感じてもらえるっていう意味では本当に楽しみだよね。アルペン交響曲好きだよね。アルペン交響曲の最初はどこが一番好きなの？ホルン？オルガン？全部好きなの？文しか言わねえじゃねえか。じゃあアルペンシンフォニー聴いてねって言ってみて、せーの。アルペンシンフォニー聴いてみてね。手振って。さあ、アルペンシンフォニー、アルペンシンフォニー、そうそう、アルペンシンフォニー、アルペンシンフォニー。なんとか無事に本番終わりましたけど、無事にっていう言い方よりも本当にね、なんかね、下手したら本番一番余裕を持って演奏者も吹いてるし、僕もですけど、まあ、その3度目の正直ってことで長い時間かけられた、もちろん1回違う演奏会もたくさんやってたし、1回この冷やしてた時もあったんだけど、でもすごくやっぱアルペンをずっと長く練習できたことによって、すごくそのなんていうのかな、みんなでこう目標値が見えるっていうか、これちょっと珍しいケースでした。本当に時間もかけられたし、
いい演奏。これからまた豊島区管弦楽団と次の演奏会もありますけど、また新しい音楽をね一緒にやっていければと思います。でも本当にまずは大工もでしたけど、アルペンもこうやってね、リベンジ演奏会じゃないんですけど、やっと終えられたので本当に嬉しいです。学院も喜んでると思います。次回の演奏会、豊島区管弦楽団もぜひ皆さんいらしていただければと思います。よろしくお願いします。